プロ野球セ・リーグのレギュラーシーズン全日程が終了し、個人タイトルが確定。ヤクルトの村上宗隆選手が本塁打王、最多打点の打撃2冠に輝きました。打造、青木宣親選手の引退セレモニーで抱擁する村上宗隆選手。プロ7年目の今季は全143試合に出場し、打率244、33本塁打、86打点を記録。 3度目の本塁打と2度目の打点王で打撃2冠に輝きました。村上選手は、思い描いていた数字じゃなかったと話し、こうやってセ・リーグの中ですけど、最後タイトルという形で2つ取れたというのは、諦めずにというか、悪い時もしっかり向き合ってきたところだとも思いますし、結果として良かったんじゃないかなと思いますと語りました。9月には月間10本塁打と終盤に量産体制。 2年前に史上最年少で三冠王に輝いたツバメの手法は、三冠王を目標にやっていましたけど、僕の中では数字の方が大切。ホームランの数、打点の数、チームへの貢献度、いろいろな部分で自分の思い描いたような結果じゃなかったので、そこは間違いなく見直す必要がありますし、僕自身打席の中で、やっぱり研究されているなとか感じる部分もたくさんありました。 その中で自分の技術であったり考え方であったりそういったところは成長していかなきゃいけない部分では間違いなくあると思う。悔しいですと話しました。